今日はブレンドを作っていきます。まだ何も決めてないんですが、今ある生豆で、ブレンドできる組み合わせをちょっと探ろうかなと思ってます。今日完成すればいいんですけど、完成しないかもしれません。で、なんかね、マイクをね、変えようかなと思ったんですけど、なんか接続がうまくいかないので、まあそのまんまパソコンのマイクでやるので、あんまり音質良くないですけど、まあしょうがないということで、まあこれだけはね、これはちょっと深煎りで、サンプルで焼いただけなんで、まあこれはあんまり関係ないんですけど、それ以外のやつは、今ある生豆のラインナップなんですが、オンラインショップはね、1個しか今出してないんですけど、これがドミニカかな？確か。で、多分この辺がブラジル、ボリビア、ケニアっていう感じになっていると思います。まあ、ちょっとね、カッピングあともう少し時間がありますんで、もうちょっとお待ちくださいね。で、その間にですね、私は、インスタグラムのですね、インスタライブの方も同時に行ってみようかなと思いますんで、ちょっとお待ちください。なんか、喋りたいこととか質問とかあったらコメントくださいね。適当にお話返しますんで。これ大丈夫かな？これでいけんのかな？おお、なるほど。全然映ってないですね。全然映ってないですね。ちょっとかな。こんな感じで大丈夫かね。ライブ。あ、皆さんこんばんは。これ、あれなんですね。誰が入ってきてるかとかはわからないですね。わかんのかな？なんかよかったらコメントください。今日はブレンドを作っていきます。で、YouTube とインスタと両方配信してます。で、YouTube の方は前から撮ってて、インスタの方はちょっとこう斜めから撮ってるんで、まあ、見やすいのはね、ちょっと YouTube かもしれないんですけど。はい。そろそろ4分？もうちょっとか。もうちょっとですね。いやー、日曜日終わっちゃいましたね。来週は台風でしょ？なんか、バタバタしそうですね。一応この一番端がブラジル、ボリビア、ケニア。で、これがドミニカ。で、これブラジルの深入りなんですけど、ブラジルの深入りはもしかしたら近々、オンラインショップのラインナップに並べるかもしれないです。ちょっとね、これでテイスト取ってみて、良ければ、やろうかなと思ってます。あ、そうか、カメラこっちだよね。カメラここなんですね。ちょっとたまにインスタの方の、あれを確認しながら、コメントを確認しながらやっていきます。お、4分経ちましたね。では、ブレイクしていきます。わあ、すげえ。ボリビアがすごいことになってます。ああ、ケニアも良さそうですね。ああ、まあ、ドミニカはね、もうやっぱ相変わらず強烈な匂いがありますね。すごいな、泡が。よし。久々にちょっとね、ブレンド作ろうかなと思ってるんですよ。なんかもうすぐ僕は誕生日なんですけど、
その時に飲むように、まあ、自分で美味しいなって思えるブレンドをちょっと作ってみようかなっていう企画を自分で考えて勝手にやるっていうですね。売るかどうかはわかんないです。販売できるかどうかはわかんないですけど、もう完全に自分の好みの味になるようにブレンドを作ってみるっていうですね、ことをやろうかなと。まあ、美味しくできれば、もしかしたらちょっと数量限定で販売するかもしれないですけど、ただね、今豆がね、生豆がちょっと限られてるんで、この中で美味しい組み合わせがね、見つかればいいんだけど、見つからないかもしれないっていう。ちょっともうそこはわからないで、合わせてみないとやってみたいなと思います。インスタの方もなんかたまにコメント見てます。あ、こんばんは。こんばんは。一応 YouTube とインスタ今同時配信してて、で、YouTube の方が画面を見ながらやってるので、コメントは拾いやすいです。よし。そろそろ冷めてきたと思うので、カッピングをしようかなと思います。で、近いうちに、ブレンドの作り方みたいなの動画上げようかなと思ってるんですけど、僕はブレンドはですね、まあ、カッピング方式でやることが多くて、こういうグラスに、何対何対何で混ぜたやつが美味しいかなみたいな感じにして、いろんな組み合わせを試してみて、で決めるみたいな感じにしてます。一般的なのかな？みんなどうやってブレンドしてるんですかね？なんか、僕別にブレンドとか、なんかお店で修行したとかっていうのがないんで、みんながどうやってブレンド作ってるのかとか、なんかそういうのよくわかんないんですよね。僕はオリジナルのやり方で、なんか大体皆さんこうベースを決めてとか、なんかやられると思うんですけど、それって多分お店的に生豆の在庫が過剰になってたりとか、する場合は、それを使わなきゃいけない。それを消費しなきゃいけないから、それをベースにして、で、他のものを混ぜてブレンドにするとか、原価をちょっと下げるために安い豆を使って、それをベースに入れて、まあ、5割、6割使って、で、それ以外に、ちょっと香りのある豆とか、酸味のある豆とか、まあ、そういうのを入れて、まあ、ブレンドを作るみたいなことが、まあ、一般的なやり方なのかなとは思うんですけど、僕はブレンドって、なんかそういうのをあんまやらなくて、なんていうんですかね。自分の作りたい味を作るためにブレンドするみたいな感じなので、どっちかっていうとなんか、こう、作品作りとか味作りに近いような感覚で僕はやってるんで、こういういろんな組み合わせのパターンを試します。あ、吉彦高橋さんこんばんは。インスタライブはだいぶ遅れてくるんですね。いや、僕が単純に遅れただけです。すいません。ゼラチンさんこんばんは。じゃあそろそろね、冷めたと思う。まずはちょっと一種類ずついこうかな。一種類ずつね、カッピングした方がいいですよね。これね、ブラジルだと思います、多分。ちょっとブラインドなんでわかんない。あ、ブラジルですね。うん、ブラジルも、アサイでも結構美味しいんだよね。あー、いいですね。実はこれ一週間ぐらい前に焼いたやつで、一週間ぐらいエイジングをしてから、今日ブレンドの、検証をしようかなと思ってやってます。うん。なんか、ローステッドナッツとかはありますね。あともなんか、ちょっとフローラル感とかもあるのかな。うん。あ、美味しいですね。なんか、ちょっとパッション感もあるのかな。うん。なかなか、なんか、ガバとかもありそうですね。インスタの方の方もたまにこう、コメントを見に来ます。ブレンドを作ってます。
これすごいね。あの、ボリビアのジャバナチュラルなんですけど、これはあの近いうち販売開始するんですが、これやばいから、マジで。ちょっと高いけど、これやばいです。もうほぼジャムだね。わあ、すごい。なんかこう、焙煎によって多少フレーバーが変わる印象はありますね。なんかライチとかマンゴスチンみたいな、そういう南国系の香りのあるフルーツっぽい雰囲気はあります。うん。よろしいんじゃないですかね。いやーこれケニアもいい、すげえな。ケニアもすごいっす。ああ、いいっすね。うん。なんかもうほんとザ・ケニアっていう感じの。そうっすね。なんか今のところこのボリビアとケニアが良さそうな感じがしますね。こう合わせてブレンドした時にいい感じになりそう。逆にこの2つがね合いそう。あのブラジルとこれがドミニカ。この2つはちょっと深めにしてブレンドしたらうまそうな感じしますね。この二つ合うんじゃないかな。はいはい。まあこれはちょっとブラジルの深入りなんで、これはブレンドにしないですけど。やっぱ深入りうまいね。これ美味しいっすわ、深入り。このこっちの端のブラジルとこっちの端のブラジルは焙煎度の違いで、こっちがミディアム、カッピング用に焙煎したもので、こっち側は、ちょっとね、中深入りぐらい、シティローストぐらいですね。ニハゼ入ってすぐぐらい。なんかもっと深くてもうまそうな雰囲気はあるけど、まあじゃあブレンドしていこうかな。こんばんは。ブレンドはプレミックスですかアフターミックスですか。僕がなんかこう味作りをしてやろうかなって思った時のブレンドはだいたいアフターミックスが多いですね。で、なんかもうちょっとこう大量に作らなきゃいけないみたいな時は、プレミックスで作るように、調整をしたりします。で、アフターミックスの時は焙煎した後にちょっとだけ比率を変えられたりするんで、まあ、カッピングして混ぜる比率決めて、で、もう混ぜちゃうっていうことをするんですけど、プレミックスの場合は、もう混ぜてから焙煎の度合いで調整するようにしてますね、ポイントを。うん。という感じです。まあ、今回作るのはプレミックスではなくて、アフターミックスで作ろうかなと思ってます。ボリビアいいですね。ボリビアいいんですよ。ボリビアいいんすよ。このボリビアすごいいいっすよ。なんかね、まあ、芸者じゃないんで、その、なんか芸者フレーバーみたいな感じではないんですけど、こうナチュラルのすごいいい感じの味わいが。かといって、なんかこう、過発酵みたいな感じはしてない。いや、いいっすね。ちょっとじゃあ混ぜていきましょうか。なんとなくね、これ2つがいいような気がするんで、まず1対1からね、混ぜてみようと思います。僕はこのスプーン1杯を1にして、1対1みたいな感じで混ぜます。で、テイスティングをすると。
めちゃくちゃいいんですけど、なんか物足りないですね。これが2っぽいな。こっちを2にして、こっちを1にしてみましょうか。ボリビアが2で、ケニアが1、2対1で混ぜてみます。美味しいんだけど、美味しいんだけどな、なんか違うな。もうちょっと甘さが欲しいですね。もう少しだけ甘さが欲しい。2対1でやったから、まあ一応、ちょっと比率を変えて、こっちを2杯と、で、ケニアを少し半分ぐらいにします。なので、比率的には2対 0.5 なので、4対1ぐらいの比率になった感じですね。あー、いいかも。結構いい。結構いいですね。今回ケニアがかなり浅く焼いちゃってるので、これがね、もう少し深ければ3対1ぐらいでもいいのかもしれないですね。うん、なるほど。ちょっとこの、ドミニカ混ぜてみようかな。これを2と、こっちを1と、ドミニカを1。2、1、1ですね。ああ、なるほど。やっぱなんかちょっと違うよな。なんかちょっと違う。でも甘さとかはすごい出ているんですよね。なんでこっち側がベースになるのか、こっち側をベースにするのかによってちょっと違うかもしれないですね。なんかこれを2とこれを1とかでも結構うまいかもしれないですね。うん。なんかちょっと違うね。なんか、ブレンドとかって、自分の考えてたものと、実際合わせた時の相性みたいなのが、なんかちょっとね、違ったりすることがある気がしていて、まあそれは僕がまだ未熟だからなのかもしれないですけど、うん、やっぱこれと、そうね、ドミニカと合うのはブラジルの方が合いそうですね。ドミニカ2のブラジル1みたいな感じが、なんか結構いい。うん。なんかすごいバランスいいですね。甘さとこう重さはあるんですけど、少し酸味が足りないんで、ちょっとだけケニアを入れてみようかな。ホンジュラスとかも合いそう。わかんないけど。それこれでも混ぜてみないとわかんないですよね、やっぱね。そう、なんかね、これちょこっとだけ入れると美味しいみたいなこととかもあったりするんですよね。今は、ドミニカ2のブラジル1に対して、このケニアをね、少しだけ入れたいと思います。ケニアを半分ぐらい。これでね、多分ちょっと甘さと酸のバランスはバッチリだと思うんですよね。うん。美味しい。
あ、めちゃくちゃ飲みやすいですね。あ、これはなかなか美味しいですね。うん。なんかドミニカの、ちょっとこう、ブドウっぽい、グレープっぽい感じの、甘さとかフレーバーもあるし、このブラジルの、なんかちょっとこう、ナッツっぽい感じと、あとはこう、結構重たいんですよね、液質が。っていうのと、あとはケニアの少し華やかな、こう、パーンとくる、アシリティ酸味みたいなのも、混ざることによってですね、結構いい調和が取れましたね。この3つ、ブラジル、ケニア、ドミニカのこの4つはなかなかいい感じかも。結構美味しい。結構美味しいかもな。なるほどね。で、ちょっとね、ここの2つ、ちょっと本命、僕の中の本命は、ジャパのナチュラルとケニアと、まあ、ドミニカあたりで、いいブレンドを作りたいっていうのがね、ちょっと本命なんですけど、そっちがまだできてないんですよね。ジャバナチュラル、美味しいんだけどな。なんか単品の方が美味しく感じちゃうんだよな。まあ、これが2と、これが半分ぐらい。なんで、まあ、これが3対 1？ ん？違う。4対1か。まあ、いいんだけどね。いや、難しいっすね。やっぱり、4対1じゃないんだろうね。多分3対1なんだろうね。もう少し、こう、酸の輪郭がはっきり出た方が美味しい気がするんですよ。ちょっと3対1。3対1ね、作るのめんどくさいっすよね。1.5対0.5。これで3対1でしょ？そうだよね。2倍したら3対1よね。これはうまい。いいっすね。3対1っすね。今んとここで3対1がいいっすね。今、すごく華やかで、こう、ふわってくる。超イメージで伝えちゃってる。なんて言うんだろう。こう、鼻の奥にこう、抜けていく感じの香りもすごくあるし、しっかりと、こう、甘さと酸のバランスもあるし、こう、質感っていうのもすごくいい。で、アフターも長い。この二つはなかなか良さそうです。なかなかいいですね。こんばんは。あ、とも、くしさん。こんばんは。ボリビアとケニアの焙煎度合いどのぐらいですか？あ、これ両方ともミディアムぐらいですね。ミディアムぐらいで焼いたつもりだったんですけど、なんかね、ちょっと、ケニアが少し浅かったですね。ミディアムの中でもちょっと浅め。もうちょっと火入れた方が良かったなっていう感じでしたけど、でもまあ、両方とも、まあこの4つは、ね、全部ミディアムぐらいなんですけど。いやー、なるほど。俺さっきブラジルとドミニカ、何対何がいいって言ってましたっけ？ この2つ。ドミニカ2のブラジル1とかって言ってたっけかな。今この2つとこの2つ。ちょっと順番変えようか。本当はカッピングの時はあんまり動かさない方がいいんですけど。この2つのブレンドとこの2つのブレンドっていうのがなんか今のところ結構いい感じです。素晴らしい。なんかでもあれですよね。せっかくあるからもうちょっとケニアっぽい感じのブレンドも作りたいですね。ケニア2のドミニカ1とかにしてみようか。ょっとケニアが勝ってますね。
ちょっとケニアが強いので、ケニアを 1.5 細けえのよ俺細けえんだよ。 1.5 と、あれちょっと待って、さっき2対1でやったでしょ。 1.5 と 0.5 でやれば、3対 1？ いや、ダメだね。 1.5 と1でやんなきゃダメだね。さっきケニアが強かったんで、ケニア 1.5 とドミニカ1。うん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 、これはいいんじゃない？これはいいんじゃない？うん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 。いや、なんかここにさ、ここにこのボリビアちょっと入れたら美味しいかも。完成楽しみです。買います。あの、完成して美味しかったら販売するんで、その時はよろしくお願いします。あの、美味しくならなかったら売らない。当たり前なんだけど。美味しくなることを祈っててください。そしたら、ケニアを2入れて、で、こいつ。ボリビアと、ドミニカを1。ずっと。どうすかね。ん？これやばいかも。あ、これやばいかも。これうまいかも。うんうんうん。いいっすね。あの、めっちゃ良くなってきた。もう少しね、酸の輪郭が欲しいんで、もうちょっとケニアが多めかな。っていう感じがしますね。こんばんは。1波で終わったくらいの焙煎度合いですか？飲んでみたいので販売してほしいです。ありがとうございます。あ、ロースタリー、前田 M、ブナ、ブナ、ロースタリー。あれかな？あの、あそこの方かな？宮崎の方かな？はい。美味しくなったら販売する予定なんですけど、美味しくなることをみんなで祈っててください。これは、あの、なんで急にこのね、ブレンドを作ろうと思ったかっていうとですね。あ、こんにちは。この、なんか、僕はあの、今月誕生日なんですよ。今月誕生日で、なんかツイッターでね、あの、ちょっと、どうせ誕生日誰も祝ってくれないから、自分でお祝いのブレンド作ろうかな、みたいな、あの、ことを言ったら、意外といいねが来て、なんか言っちゃった手前、なんか作んなきゃなと思って、今作ってる感じです。なんで、できればね、こう、ちょっと深めなブレンドと、ちょっと浅めなブレンド、全然違う、焙煎度合いでブレンドを2種類ぐらい作って、やろうかな、みたいな。あ、和光さん、こんばんは。後ろのザ・ローストで焙煎したやつですか？あ、これね、違うんですよ。これは、普通の、うちの、焙煎機で焙煎します。まあ、うち1キロなんで、すごいコンパクトなんで、300グラムとかで焼けるんですよね。なんで、それで焼いたやつですね。ローストで、最近ちょっと焙煎してないんですけど、普通にローストでも焼きます。いやいやいや。じゃあ、ケニアを 2.5。あの、和光さんのチャンネルで紹介してもらったじゃないですか。あの後、めちゃくちゃ増えたんですよ、チャンネル登録者数。本当ありがとうございます。で、その後上げた多分動画があんまりお気に召さなかった方もいらっしゃるみたいで、ちょっと減ったりとか、なんか紆余曲折あって、でもすげえ増えました。100人多分以上増えたんじゃないかと思います。本当にありがとうございます。和光さんも、あの、チャンネル、コーヒーのね、チャンネルやってますんで、ぜひ皆さん見に行ってください。よし、これでね、完成形なんじゃないかなと思うんですけど。
なんか違うな。くそ。なんか違う。なんか違うんですよ。まあ、とにかく透き通ってて甘さもあってフレーバーも複雑に混ざり合っててすごいいいんですけど、なんだろうな、何が足りないんだろう、なんかもう一息なんだよな。いや、ブラジルじゃないと思うんだけどね。ブラジルじゃないよね。なんかね、なんかちょっと毛色違うのよ、この人。あ、和光さんの広告から選手登録させていただきます。ありがとうございます。有識者からもっと登録者増えてもいいね。ありがとうございます。いや、別に、大したことないんで、多分なんかね、動画の質がまだ良くないんだと思うんですよね。もうちょっとなんかこう、楽しめる要素とか、面白いことやんないとダメなのかな、みたいな。で、その中にコーヒーの、その、知識みたいな。豆知識みたいなのもあるといいのかなって思ってます。YouTube の、構成比率、男女比とか見れるんですけど、はじめ、なんか、8対2とかで女性いたんですよ。で、最近見てたら、徐々に女性の比率が下がってきて、女性ついに 5% だったからね。いや、低すぎでしょ、と。ちょっと、女の人なんで見てくんないんだろうって、思って、友達とかに聞いてたら、明らかに女性は聞きたい話ではないよねっていう話をみんなにされるんで、まあ、もうしょうがねえなって思ってます。まあ、なんかね、理屈っぽいんでね、これね。理屈っぽい男モテないじゃないですか。そんなことないですか。2.5 入れますね、まず。ケニアを 2.5。で、こいつの量をちょっと増やしてみようかな。さっきまでは、こことここが1対1だったんですよ。これ、ボリビアとドミニカが1対1だったんですけど、この、ボリビアさんをね、0.5。みかんチャンピオンってデカデカと入れる。毎回入れてたらちょっとくどいですよね。なんかでも、ここぞという時はね、入れたいですよね。あ、和光さんもそうなんだ。男女比同じぐらいなんすね。やっぱコーヒー系ってさ、あれなんすかね。カズマックスさんみたいに、なんかちょっと可愛い笑顔とかないとダメなんかな。カズマックスさんなんか女性ファン多そうっすよね。待って、来たかも、これ。これ来たかも。うん、うん、うん。うまっ。これいい。あ、これ結構いいっすね。今んとここれね、一番いいっす。これ 2.5。ケニア 2.5。ボリビア 1.5。ドミニカ1。自分で言ってても笑っちゃうんですけど、これめっちゃ細かいよね、俺ね。2.5 対 1.5 対、1だから、比率で言うと、ちょっと計算しやすくすると、5対3対2とかなのかな ?5、3、2の割合で入れると、めっちゃ美味しい。これ、来たかも。これちょっとね、あと、焙煎の度合いとかを少しだけいじってあげたら、多分もっと良くなると思うんで、今日はなんかこう、適当にっていうか、ほとんど全部同じようなプロファイルで焼いてるんで、これそれごとにね、ちゃんとプロファイルをしっかり作り上げて、で、焙煎度決めて、で、アフターミックスしたらいい感じかな。何時から、何時、まだでもね、30分ぐらいしかやってないですよ。もうだいぶ溜まってます。ね、ちょっと汚いですけどね。おっさんが吐いたコーヒー。言い方によってすごく気持ち悪くなりますよね。いやー、いいですね。で、ブラジルとドミニカの組み合わせもすごく良かったんですけど、これは、なんか、
もうちょっと深めに焙煎したやつでもいいかもっていう感じがしたんで、シティローストぐらいでこれ作ろうかなと思いますね。これもね、美味しそう。なんかね、ケーキとかめちゃくちゃ合うんじゃないかなと思います。ドミニカが2、ちょっと簡易的に、ドミニカはミディアムなんですけど、ブラジルのシティがあるので、ちょっとどういう感じか。うん、うん、うん。で、ここに確かさっきケニアを入れたんですよね。これも良さそう。ケニア、ブラジル、ボリビア、違う、ドミニカ。ケニア、違う、ケニアこっちだ。ケニア、なんだっけこれ。ドミニカ、ブラジル。この3つも結構いいかもしれないですね。これがね、ちょっとだけケニア入れて、ドミニカがちょっと多めで、で、ブラジル。あれこれ、すみません。インスタめっちゃ放置してた。ごめんなさい。あ、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。まだ先ですけど、ありがとうございます。私も9月の、明日誕生日です。秋のおすすめコーヒーありますか？秋のおすすめはね、今んとこないんですけど、まあ、そのうち発売するかもしれないです。一応、今月のブレンドをね、発売しようかなと思ってます。美味しくできれば。今んとこでも、朝入りの方はね、ほぼ完成したんで、これ、多分深入りは、ブラジルとドミニカと、まあ、あとケニアを少し深入りにして混ぜたら、いい感じになりそうな雰囲気があるので、それでいこうかな。あと微調整して、完成したら発売できると思うんですけど、発売しなかったら、あいつ完成しなかったんだなってちょっと思っててください。いやーほんとね、この後の微調整が長いのよ。長いの。もうコーヒーやってる人皆さんそうだと思うんですけど、なんか焙煎ってすげえちょっとしたことで変わっちゃうから、なんかすごく難しいんですよね。なんで、まあ、俺が下手なだけなのかな？かもしれない。安定して焼けてる人はいるような気がするしな。あ、やばいやばい。インスタめっちゃ放置してた。あ、ごめんなさい。あ、でも多分インスタもうそろそろ終わっちゃうな、これ。インスタ、もしいらっしゃる方は、YouTube の方来ていただけると、もう少し見やすいかなと思います。多分そろそろインスタの時間的に終わってしまうので、そろそろすいません。終わりにしたいと思います。ごめんなさい。インスタの皆様、この後は YouTube の方に来ていただければと思います。すいません。では、失礼します。バイバーイ。今すぐ終了。動画を削除しよう、今日のは。ちょっと放置しすぎた。はい、ということで、YouTube に今ちょっと、戻ってきましたね。いやー、いいっすね。これから、発売する予定の豆が、一応ケニアとブラジルと、あとは、ボリビア。この3つが一応これから発売する予定であるんですけど、まずは、ちょっと今それをブレンドしてみて、僕のね、アニバーサリーブレンド的な、お誕生日ブレンドみたいなのを作ろうという企画を勝手に自分でやって自分で飲むっていうですね、企画をやってるので、もし美味しくできたら皆さん、買ってくださいね。発売しますんで。で、今は、ケニアと、ドミニカとボリビアの組み合わせ、5、3、2の組み合わせが一番美味しい。今めっちゃいい感じだったんで、ちょっとこれをね、販売しようかなと。いう雰囲気に今なってるんですけど、せっかくなんで、これハンドドリップとかで入れてみたいっすよね。入れてみようかな。これが5、3、2だから、10、6、4グラムずつぐらい使って、20グラムで 300cc ぐらい入れてみようかな。そうしようか。
よし。じゃあちょっと豆を用意しますね。ちょっとお待ちくださいね。これ手の届く範囲に全部あるってすごくないですか？ここで全部コーヒー入れられるってすごくないですか？俺もうこの設備になってから超快適なんですよね。よっ。まずはこれうちの販売してるパッケージなんですけど、このマークどう思います？このマーク、あ、これライブですよ。ライブ配信ですよ。コメントいただけたらなんか返します。あ、鳥宗くん、あ、こんばんは。あ、やべえ、俺鳥宗くん見て今、鳥宗肉のハム作ったの忘れてて、賞味期限大丈夫かな、あれ。賞味期限というか、まあ自分で作って、まあでも冷蔵庫ずっと入ってるから大丈夫だよね。変な味しなかったら後で食べよう。あ、違う。え ?10 と、10、え、ちょっと待って、532でしょ。164だよね。だから、これは4グラム入れればいいんだ。4g 入れて、ちょっとね、かかったやつはこっち側に移してですね、4g と、これがね、これがボリビアの、ああ、落ちちゃった。ジャバナチュラルっていう品種なんですけど、この豆がね、細長くて、全然見えない。見えるのかな？これ見えてるかな？細長くてでかいんですよ。これ。見えにくいからいいか。なぜメモらない？いや、それは確かに。つらい。で、それね、それあれっすよ。それ正論って言うんですよ。10、6、4だから、これ6だよね。6。ちょっとさ、誰かここにコメント打ってくれねえかな。ケニアが10の、ボリビアが6、ドミニカが4でブレンドを作ってます。パッケージのマーク可愛いと思います。あ、本当ですか？よかった。パッケージのマーク、これね。これ。書いてくれた。ありがとうございます。原がまるさん。助かった。助かりました。まあでもメモるとらしくないけど。まあ、らしくないってどういうことなんですかね。まあまあまあ、でもね。僕適当なんでね。これもう自分しか飲まないんで、もうめんどくさくなって手でやってます。家とかで皆さんスプーン使ってます？測るスプーン。優しい世界。そう、世界って意外と優しいっすよね。これが、できましたよ。これが今ブレンド。20g 入ってます、ここにね。20g 入ってるので、こいつを今からちょっと引いていきます。袋振ってザラザラ入れてます。あー、まあ袋振って入れるのもね、それも俺やりますね。最近は、お店で出すときしかスプーン使いません。まあそうよね。
そうなりますよね。なんか、別に、あれ？なるほど。これとこれの重さが違う説か。なるほど、なるほど。あれ？ちょっと今怖いことが起きてますね。で、正確に測ったはずなんですけどね。今ここに測った豆が 20.6g あるって、こう 0.5g 増えましたね。20点、あ、5か。20.5g。ちょっとなんか、質量保存の法則とかどこ行ったんだろうっていう感じはしますけどね。まあ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 。測りがそんなに正確ではないのかもしれないですね。ではちょっと引いていこうかなと思います。これは後ろに行っていただいて。突っ込まれたことないんですけど、僕、ここの背もたれのこれ取っちゃったんですよね。気になります？これ。ここのところに本当は、ここにこう背もたれがついてるはずだったんですけど、なんかね、首に当たって嫌なんで、取っちゃったんですよね。めちゃくちゃいい。いや、これうまいかも。これ結構マジでうまいやつかも。お湯は沸いている。あとペーパーをセットしますね。ペーパー、僕のペーパーのセットの方法は結構特殊なんですけど、まあ、まずこう折るじゃないですか。こういう状態の時に、ここがミシン目になってるんですけど、これをこう、こっち側にこう折りますね。こう山折りにね。で、ここを、こう、もともと折れてた方と、対極のところをキュッと折りますね。で、こうセットするんですけど、セットしたときに、こうセットするじゃないですか。見えるかな？セットしたときに、こう押し込むと、こうちょっと遊びが出るんですよね、ここに。これをね、こうちょっと、押さえながら、押さえながら再度折るんですよ。ここで。キュッと。そうするとぴったり。もう全然浮かない状態にセットできるのでおすすめです。もしよければやってみてください。よし。じゃあちょっとペーパーをリンスしますね。ペーパーリンスの動画見ていただいた方います？ペーパー、皆さんリースしますかね？ああ、こぼしちゃった。あ、ハリオ V60 ってあんまり出ないんですね。へえ、知らなかった。あ、最近のペーパー使ってないからかな。これお湯黄色いじゃないですか。これ別にペーパーが黄色いわけじゃなくて、さっき使ったのを、すすいでないだけです。すいません。ェーブドリップはまらなくてないじゃん。どういうことですか？ウェーブドリップは、はまらない？よし、よしししさん、いました。リースします。ともくしさん。たたさん、わかります。お、なんか、わかる人が現れた。ウェーブドリップはまらないって、フィルターがはまらない？よし、ちょっとね。めちゃくちゃいい匂いするけど、これ。これめっちゃいいんじゃないの？なんか自分で言うのもなんですが、めちゃくちゃいいかもしれない。じゃ、今日はね、20の300でちょっと抽出していこうと思います。一旦ちょっとこの辺を溶かしてですね、抽出しやすいようにしましょうか。これでちょっと見えるかな。わわわわわ。よし、じゃあ抽出していきます。
大体粉量の2倍ぐらいまで僕はお湯を蒸らしの時にかけるんですけど、結構みんな表面をしっかり濡らそうと思うと思うんですけど、ここのね、真ん中あたりを僕は結構ずっと中心的にかけることが多いんですよね。リンスします。リンスしない派の人はマウスフィールがまろやかって言ってました。炎上案件です。炎上しちゃうから。ダメですよ。この動画内では炎上させちゃダメですよ。で、次が、だいたい、150ぐらいまでね。ライブしてるの知りませんでした。もうです。リースしないで、もう入れる派です。あ、もうさん？ツイッターのもうさんですね。こんばんは。リンスしないでも入れる人です。僕もね、結構リンスしないでもたまに入れるんですけど、まあなんかね、比べなきゃそんなにわかるもんでもない気がするんですけどね。ただ、たまにリンスしないで入れたりとかすると、結構いろいろ発見があったりはするんですよね。池袋。ああ、いえ、全然全然。僕も告知が遅くなっちゃったんで。なんか、インスタの方の、ストーリーの方でばっかり告知してて、実際、こう、ツイッターとか、インスタの投稿ではと、告知あんましなかったんで、すいません、なんか。いつもね、告知が遅いって言われるんですけど、なんか治んないですよね。よし、いい感じじゃないですかね。うん。ちょっと早いけど、今日は細かめなんでね、まあこのぐらいでいいんじゃないかなと思います。昨日僕、池袋のコーヒーバレーさんっていうお店、まあ、池袋のね、結構な人気店ですね。食べログとかでもかなり評価が高いお店で、ゲストバリスタって言って、僕がコーヒーを入れてる時間帯っていうのを作っていただいて、で、僕がコーヒーバレーさんの焼いた豆を僕が入れるっていうのをやってたんですけど、結構ね、びっくりしました。一杯1000円ぐらいのボリビアの芸者とかをご用意してくれてたんですけど、それも結構出てて、ちょっとビビりましたね。お客さんの層としては、どっちかっていうとカフェっぽい感じで利用してる人が多いんで、なんかまさかそんなに芸者出ると思わなかったんですよね。ん？めちゃくちゃうまいじゃない。なるほどね。ちょっとこう、これ捨ててきていいですか？ もういっぱいになっちゃった。どんだけテイスティングすんねんって話なんですけど。よいしょ。戻りました。いやー、結構美味しい。まあ、もうちょっと改良の余地あるね。ダサいっすよね。この、なんか、かっこつけて吸ったくせに、むせちゃうあたりがダサいっすよ。すいません。ああ、でもうまいね。うまい。結構いいかも。もうちょっとドミニカ増やしてもいいのかな？やー、でもめちゃくちゃクリアだわ。これうまいわ。なんかフローラルな感じもあるし、ストーンフルーツとかグレープ、あとは、なんかね、こう、トロピカルフルーツなんだけど、白い系のトロピカルフルーツ。白い系ってわかります？剥いたら白い系。
ライチとか、マンゴスチンとか、剥くと白い実が入ってるじゃないですか。ああいう感じの、南国系のね、ちょっとこう、香り高い感じとかもあって。うん、いいっすね。ちょっとこれ冷めてきたら結構印象変わりそう。ええー、これいいのできたんじゃないですか？ちょっと。すするのってむせますよね。そう、むせちゃうんですけど、ちょっとやっぱりカッピング会とか、こうみんなプロの中にいてむせると、ちょっと恥ずかしい思いをします。でも誰かがむせてると、むせるよねって思ってます。ああ、いいっすね。いや、めちゃくちゃコンプレックス。まあ、いろいろ混ぜてるから当たり前なんですけど、めちゃくちゃコンプレックスですね。毎回思いますが、すする時の音どうなってるんですかって音ですね。ちょっと、そうですね、うるさめですよね、僕ね。なんかね、なればいいってもんでもないんですけどね。なんか、初めやっぱ憧れるじゃないですか、こう、なるのにっていうか、こう、鳴らすことができるのが、なんかちょっとかっこいいな、みたいな時あるじゃないですか。それがあって、お風呂とかで練習してたんですよね。お水用意して、ひたすら吸って吐いて、吸って吐いてを繰り返すっていうので、こう、霧状に吸うっていうのを、ひたすら練習してた時期があって。でも一週間ぐらいやったら結構みんなできるようになります。ただもうなんかね、この辺筋肉痛になります。肋骨のあたり。吸いすぎで。わあ、いいかも。これいいかもよ。めちゃくちゃ甘い。まあなんかこれはちょっと抽出がうまくいっちゃったパターンな感じもしなくもないですけど。や、これ美味しいかも。なんかね、これはね、何かと合わせるっていうよりは、もうこれ単体で飲んで楽しめる味ですね。うん。なんか深煎りとかはさ、なんかケーキとか、こうクッキーとか、なんか結構お菓子とかとね、こう油っぽいものとね、深煎りって結構合うイメージがあるんですけど、浅煎りのこういうちょっとこう、いろんな複雑な味わいが楽しめるものだと、まあ、なんかこれだけで楽しんでもらうのもいいのかななんて思いますね。めちゃくちゃ味が変わってきますね。美味しい。いやー、ちょっと完成形見えてきましたね。これで、もう少し微調整して、もし良ければ、良くなれば、販売したいと思います。ちょっと今日はね、毎日更新、僕今やってるんですけど、毎日更新間に合わないから、という理由もあって、ライブ配信をしてみました。まあ、たまにね、今までもライブ配信してたんですけど、最近できてなかったんで、まあ、ちょうどいいかなっていうのもあってですね。リリース楽しみにしてます。あ、もう楽しみにしててください。ちょっと頑張ります。東京で畠山さんのおすすめのお店ありますか？コーヒーだよね、多分ね。コーヒー。俺、あんまりコーヒー飲みに出歩かないんすよね。東京はね、パッと出てこないっす。いや、最低だよね、俺、それね。
まあでもコーヒー豆屋がいいんじゃないですか。コーヒー豆屋。表参道、青山、表参道か、にあるんですけど、まあ、国内外の美味しい豆とかをこう集めてるお店で、なんかどういうのが好きなんですかとかっていうのを、こう、ヒアリングしながら、こうね、提供してくれるんですよ。なんで、コーヒー豆屋とかは、なんかその満足度っていう意味ではすごく高い気がしますね。うん。あと、浅煎りも深煎りもあるし。あと、石谷さんが立ってたりとか、鈴木美希さんが立ってたりとかするときに、僕は結構バリスタに会いに行ったりしますね。石谷さんだったらサタデーサーフ行くし、リーブスでなんかイベントやるって言えば、リーブスとかにね、行きたいなと思うし、ちょっと、倍率が高くて申し込めないんですけど、なかなか。あとは、鈴木美希さんとかは、シングルオリジン、コーヒーストア、表参道のお店とかに、月1ぐらいでは多分立ってると思うんですよ。その時のタイミングとかで行ったりします。バースデイメモリアルブレンドですね そうです。ちょっとね、いい感じの、こう、ビジョンが見えてきたんで、それをちょっと微調整していこうかなと思います。コーヒー豆はすごいですよね。なんかね、やっぱ海外の有名なロースターとか買えるんで、で、しかも豆もね、買えるんですよ。相談すると、今これありますよ、みたいな感じで出してくれたりとかもするんで、あそこは結構いいと思います。うん。めちゃくちゃうまい。これ冷めても結構いいですね。なんか欲を言えばもうちょっと甘さが欲しいですね。あ、なんか適当に質問とかあったら、お答えしますんで、何でも聞いてください。雑談でもいいです。ん。もう少しドミニカ入ってもいいかもしれないですね。なんか今のところこう、上にこう登る感じの、鼻に抜ける香りとか、ああいうのの、こう、感じはすごくいいんですけど、こう、なんていうんですかね、ずっしり感みたいなのがあんまなくて、結構軽いんですよ。軽い感じでスーッと入ってくるんですけど、もう少し、こう、芯があるというか、こう質感が少しだけ、こう、重たくなってくると、よりいい感じがするので、もうちょっとそこを目指して、微調整していきたいと思います。多分なんですけど、ケニアの、焙煎の度合いが少しだけ、もうちょっと、デベロップさせるっていうか、少しだけ、ごめんなさいね。少しだけ焙煎進めてあげると、よりいいんかなと思います。うん。美味しいっすよ。これ美味しい。いや、でもダメだね。あんまりハードル上げちゃダメだね。あんまりハードル上げたらさ、なんか、あれじゃないですか。そんなでもなくないってなっちゃいますもんね。ちょっと、そう、ダメです。竹山さんの焙煎機何でしたっけ？僕は富士ロイヤルの、直火、直火の1キロ使ってます。ちっちゃくて、死んじゃう。ちょっとね、まあ、もっと焙煎する日を増やせばいいんですけど、結構大変なんですよね。いやーこれ結構いいわ。うん。なんかちょっとね、つい笑っちゃう。あれの直火で浅煎り焼くんですね、すごい。あれの直火で浅煎り焼いてますよ。あれの直火で焼いたやつで大会も出てますよ。なんなら、直火でブリュワーズ取ったの、直火の焙煎機でブリュワーズチャンピオンになったの多分俺初だと思うんですよね 直火は難しいっす、やっぱり。
安定しないんですよ。しんどいんですよ。ミルは何を使われていますか？こいつ、ミルッコ。ミルッコがメインですね、僕は。これ。これはね、確か、どこだっけ？深入りの店。あ、出てこねえ。堀口コーヒー。堀口コーヒーのオリジナルカラー、限定カラーみたいな感じで、出てたやつを買いました。で、あとは、こっち側にあるカリタのナイスカットも使ってるし、最近はね、ちょっと大会に向けて、こいつも使うようになりました。コマンダンテ。コマンダンテはね、もうすごいですよ。だって、もう手離しても回り続けんだよ。今までこんなミル見たことありますか？なかったと思うんですよ。それぐらいすごい。ベアリングが入ってるんですって、この中に。素晴らしいですよね。家庭用のグラインダーおすすめありますか？ハンドドリップで入れることが多いです。なんかね、引き目だけで言うと、引き目のなんか綺麗さとか、微粉の少なさとか、まあ微粉少なくはないんだけど、なんかそういう意味で言うと、このミルッコすごくいいんですけど、ちょっと高いんですよね。4万とか5万くらいすると思うんですけど、ミルッコがちょっと高い割に、細引きにしたときに、あんまり細くならないです。エスプレッソ引きぐらいまで細くしたいんだったら、もうナイスカットとかの方が、まあ細くはできます。ただ、ハンドドリップでそんなに細くしないと思うんで、そうすると、ミルッコは、その、1から10までの間で、そんなに細く、一番細かくしてもそんなに細くないんですけど、もう粗くすると結構粗引きまで引けるんですよ。なので、そのハンドドリップで使うところの、その段階っていうのが細かく設定できるんで、結構ミルッコはおすすめですけど、ちょっと高い。なんかあとね、最近はウィルファとかも人気ありますよね。ウィルファっていうメーカーも人気があったりしますね。僕ちょっと使ったことないですよね。コソミーでいただいたあれも直火だったか全くわからなかったです。すごい。ああ、ありがとうございます。あれも直火です。それも直火でしたね。いやーねー、意外と直火も工夫をするとなんかね、いい感じに焼けたりするですけど、何分難しいんですよ。今、よくあるお店の焙煎機とかって、蓄熱とか、密封性が高いじゃないですか。でも、直火の1キロとかって、もう、変な話、スカスカなんですよね。空気周りから入りまくりだし、蓄熱も全然しないし、なんで、すごく安定しなくて難しいです。コマンダンテやっぱ違いますか？電動と比べてもいいですか？あー、これ用途によるんじゃないですかね。いや、引き目っていう目で見ると、コマンダンテはすごくいいですよ。やっぱりこう、カット面が綺麗っていう表現で合ってるかはわかんないんですけど、なんかね、例えば同じ粒度で引いたときに、ミルッコで引いたやつとコマンダンテで引いたやつ、同じような、メッシュサイズで引いたにもかかわらず、味はこっちの方がシャープになるんですよ。ちょっと酸味っぽくなるんですよ。なので、その分、こっちは細かめに、ちょっと細かめにしてあげたりとかしないといけなかったりするんですけど、でも、それって多分、カットの面が綺麗だったりとか、なんかそういうのの違いが若干出てるのかななんて思ったりしてて、まあ、ハンドミルの中では、高級ハンドミルとかこれしか使ったことないですけど、なんか結構いいんじゃないかなとは思ってます。ただ、僕がこれを買った理由って、大会で使うためなんです。で、なんで大会で使うのにこれがいいのかっていうと、海外って電圧とかヘルツが違うんですよね。そうすると、モーターの回転数が変わっちゃって、いつもと同じ引き目で引けないとかっていうことが起こるんですけど、ハンドミルって、まあね、手動なんで、それが起こりにくい。っていう意味で、ハンドミルがいいんじゃないかなっていうことで選んでます。竹山さんはコーヒー入れ始めて何年経つんですか？ 2014 年からじゃないですかね。
もう僕もね、結構何回もね、言ってるんで、あれ、知ってる人は知ってると思うんですけど、僕、もともとニートで、その辺の時代ニートだったんですよ。結構ガチめなニートで。で、まあ、両親がコーヒー入れてたりとかするときに、飲ませてもらったりとかしてたのが、だんだん俺が入れるようになってって、で、今度自分でお店に通うようになって、みたいな感じだから、2014年ぐらいから、こう、入れたりとかしましたね、家で。で、その、まあ僕結構ハマり症なんで、結構ハマるとガーっていっちゃうんですよ。で、お店とか通いまくってたら、新しいお店出すから、よかったら応募してみたらって、そこの店長に言ってもらえて、で、応募したら、まあ採用していただけたっていう感じです。なので、2014年と2015年の終わりぐらいまでは、そこのお店で働いて、で、そこから1年間ちょっとぐらいは、もう全然別の派遣の仕事して、で、お金貯めて、この直下の焙煎機買ったんですよ。ヤフオクでね。ヤフオクで。もう何もわかんないから、とりあえず、その時堀口コーヒーとか結構好きで、堀口コーヒーもなんか直下でやってたなーとかって思って、堀口コーヒーの真似をして直下の焙煎機をヤフオクで中古で買ったんですよね。コマンダンテって洗えますか？これ洗えないんじゃないかな？多分金属なんで洗わない方がいいかもしれないです。だったらもう、ハケとかでシャシャシャってやる感じがいいような気がします。なんか、ね、いろんな、最近ちょっとこう、ミルをね、が増えてきて、まあもともと僕ミルっこしか使ってなかったんですけど、それ以外にも、借りたナイスカットとかコマンダンテとか使うようになったんですけど、ナイスカットは中に結構粉が溜まります。なんで、あれは、なんか豆が変わるタイミングとかで、その次の豆で少しだけこう、引いて、それを捨てるみたいな感じにしてあげないと、結構混ざっちゃうかなっていう感じはしましたね。で、ミルっ子も若干溜まるんですけど、ナイスカットほどではないかなっていう感じ。ただ、たまに微粉がドサッと落ちてきたりするんですよ。ミルっ子は。なんで、そこだけちょっと注意が必要ですかね。で、このコマンダンテは、なんか僕結構、これ大丈夫なのかわかんないですけど、こうやって叩いちゃいます。叩いて、くるくる回して、もう一回叩いて、みたいな感じにして使ってます。そうすると、なんか意外と大丈夫な気がしています。うん。なかなかいいんじゃないですかね。2014年からで1年間キャリアが空いてるから、ちょうど5年とかなのかな？ちょうど5年ぐらいですかね。去年の大会の時でちょうどキャリア的には4年ぐらいだったと思うんで。なんかこの YouTube 始める前に、なんか気になるツイート見たんですよ。なんか世界大会が2022年まで延期みたいなツイート見たんですけど、それ本当？誰か知ってる人います？てる人いたら教えてほしいんだよな。うわ。うわ、マジか。うわ。ええー。なんか本当っぽい。今シグスって言ってコーヒーイングッドスピリッツっていう大会のチャンピオンの田中恭平さんから、まあ、ツイッターでやりとりしてたんですけど、いやー、なんか本当っすって来てた。多分、ブリュワーズも2022年ワルシャワだと思いますよって来てて、俺2022年までさ、何してりゃいいのよ。2年間英語の勉強できない。まあ、そりゃ確かに もうさ、俺、海外行きたいわ。そんなに時間あんだったら、どっか俺雇ってくんねえかな。いや、海外で働いてたら、もう絶対英語覚えるじゃないですか。誰か頼って海外行って、別に日本にいてもさ、あれじゃないですか。なんか、家で焙煎して、で、まあ、ね、発送とかはもちろんね、日本でしかできないですけど、
あとセミナーとかか。セミナーとかは確かに日本でしかできないですけど、海外にいても YouTube とか別にね、皆さんとコミュニケーション取ることはできるから、なんか意外とね って気はしてます。鶏胸くん、基本レシピ以外の入れ方はしないんですか？あ、めっちゃします。僕はこう見えて、入れ方マニアなんですよ。なんで、めっちゃ細引きの一刀とか、YouTube 動画上げてますけど、15秒メソッドとか、そういったのも入れますし、あとは3刀とか2刀とか、なんかいろんな入れ方しますよ。あとは、まあ、ドリッパーとかも、まあ大体塩水が多いですけど、それ以外のメリタの一つ穴とか、まあ、ハリオの V60 も使うし、あとは、ちょっと今手元にないですけど、カリタウェーブも使うし、結構何でもやります。畠山さんの主な収入って豆の豆ですか？ いやー、もうそこは、内緒ですよ。豆の販売もそうなんですけど、最近はでもセミナーの比率がすごい高いですね。セミナーとか、まあ、ゲストバリスタとか、なんかそういうのも、収入的な比率で言うと、そういうところが結構大きいかもしれないですね。公にしてない、というか、まあ、公にしないでトレーニングしてるとか、ちょっとこう、ご協力させていただくみたいなこととかも、ちょこちょこやってるんですよ。なんで、そういうところがね、結構、比率的には大きいですかね。まあ、豆の販売ってね、言っても、一人当たり2000円から4000円ぐらいがほとんどで、まあ、それをあと何回売るかっていう感じじゃないですか。なので、金額的にはそんなにいかないんですよね、やっぱり。まあ、焙煎機がちっちゃいっていうのもあるんですけど。っていう感じです。オンラインセミナーしてほしいです。オンラインセミナーしたいっすね。いや、僕もしたいんですけど、なんかね、ちょっとまだ踏み切れてないんですよ。なんか今まで、情報って無料でいいよね、みたいなことを散々言ってたから お前ってなるのかなっていう気持ちもちょっとあったりとか。でもやっぱ遠方の人で受けたいって言ってくれてる人とかも、やっぱね、こう発信するようになってから結構増えたんで、やっぱちょっとね、オンラインセミナー考えなきゃいけないなとは思ってます。で、それもなんかやり方をちょっと考えて、まあ、豆はみんな共通の豆。例えば、まあ、僕が焙煎して、それを事前に 100g とか 200g 送っといて、で、その日はそれ使ってやりますよ、みたいな感じとかにしたら、まあ、結構ね、まあ分かりやすいのかなと思ったりしますね。なのでちょっとそれは考えます。あとはね、YouTube、の方で、1000人と、あと4000時間もあんのかな？なんかそういうのをクリアすると、次のステージに行けるんですよ。まあ広告がつけられるっていうのはもう一つあるんですけど、まあ広告ではね、別にそんなになんか収入とかで広告で食ってこうってのはあんまないんですけど、もう一つ、VIP 会員っていうのができるようになるんですね。で、VIP 会員の方の、コンテンツで、結構マニアックな抽出の理論とか、抽出の検証とか、あとはその海外のその最新のトレンドの情報とか、そういったのを少し発信していって、それがサブスクリプションで、まあ大体500円ぐらいが下限なのかな。ミニマムが500円ぐらいで、アッパーが多分5000円とか1万円とかだと思うんですけど、なんかそういう感じのレンジのどこかのもので、まあ、月会費をちょっといただいて、そこだけで情報を発信するとかっていうのはやるかもしれないですね。結構ね、僕、それが目的なんですよね。YouTube 今、頑張ってるの。そうなんです。広告ビジネスとしては、ちょっと上げ続けるのとかってさすがにしんどいですけど、ただね、業界のトレンドとか、最新のなんかこうバリスタが考えてる情報とかって、あんまりこう、一般の人にこう、知らされないこと多いじゃないですか。特に会社とかだとね、企業秘密だったりもするんで、あんまりこうオープンにされなかったりする。まあ、特に日本はね。なんですけど、海外は結構オープンになってたりとかするので、まあ、そういうの引っ張ってきて、まあ、僕は検証してみたりとか、まあ、そういうのはしようかなと思ってます。アニメ見ますか？アニメね、アニメ、映像で見ることはあんまないかもしれないですね。漫画は読みますよ。
最近はほぼ電子書籍ですけど、最近読んでるのは、あれ、キングダム。いやー、面白いね、キングダムね。ちょっと最近ざわざわしてましたけどね、キングダムのね、作者の方ね。いや、キングダムめちゃくちゃハマって、もう今3回ぐらい全巻読みました。ここ2ヶ月ぐらいで移動中とかずっと読んでるみたいな。そう、あれ面白かった。まあ、コロナになってからすごく暇になって、鬼滅の刃とかも読み出したし、まあ、それ以前からワンピースとかハンターハンターとか、なんかああいう系、ジャンプ系の漫画は結構読んでたりとかしてましたね。で、それ以外にも、福本信之さんでしたっけ？カイジとか書いてる人の漫画とかは結構昔から好きで読んでましたね。そう、漫画は読みます。はい、アニメはそんなに見ないです。なんか結構時間かかるんですよ、アニメ見ると。本だったら10分ぐらいで読めるのが30分とかかかっちゃうから、なかなかね、ちょっとそんなにこう、時間取ったりはしないですけど、むしろなんかおすすめの漫画とかアニメあったら教えてほしいですね。いやー、なかなかね、発見するまで大変じゃないですか、漫画とかって。読んでみて、なんか読み進めていったら途中から面白くなくなっちゃう漫画とかあるじゃないですか。いや、そこまで時間とお金かけたくないんで、もう完結してる系で、もうこれ面白いよみたいなやつとかあったら教えてほしいですね。欲張りですね。美味しいコーヒーの入れ方。美味しいコーヒーの入れ方ってどういうことですかね。美味しいコーヒーの入れ方。チャンピオンの基本レシピっていう名前にしちゃったんですけど、あれもうちょっとなんかネーミング考えればよかったなと思ったんですけど、なんとかメソッドとか。あ、美味しいコーヒーの入れ方っていうのがあるんだ。そういう、小説とコミカライズって、まあ、があるんですね。約束のネバーランド。ああ、それたまに聞く。あ、面白いんだ。ちょっと、チェックしてみます。やっぱね、このブレンド結構美味しいっすよ。いや、自分で言うなっていう話はわかるんですけど、自分で作った料理って美味しいじゃないですか。まあ、あの理論もあると思うんですよ。自分で焙煎して自分で組み合わせて自分で飲んでるから。いや、でも美味しいわ、これ。ちょっとお楽しみに、しっかり、焙煎、販売できるように頑張ります。ちょっとこの夜の時間帯にいっぱい飲んじゃうとね、眠れなくなっちゃうんでね。と言いつつ飲んでるんですけどね。いやー、そうか。2年後か。なげー。多分、史上、今までの、歴代最長のチャンピオン期間。まあ来年日本が予選やるのかどうかわかんないですけど、でも日本で予選やっても、世界大会が先延ばしされると、結局そのね、日本チャンピオンが生まれても、新しい日本チャンピオンも、その翌年に、世界大会っていう感じになっちゃうんで、ね、なかなか日本もやりづらそうな感じはしますよね。いや、美味しいな。一応、この後、9月の13日まで、なので僕の誕生日の前日までは毎日更新するっていう、公言をね、ツイッターでしてしまったので、あれもう本当やめればよかったってすごい後悔してるんですけど、毎日更新のために、明日からまたちょっとね、更新していこうかなと思うんですけど、この後から、撮影して、明日編集したやつ出すみたいな感じで、いうスケジューリングなんですが、ちょっと頑張っていこうと思います。で、ネタをね、考えてたら、40とか50ぐらい、今もうネタがあって、でそれをね、こう、少しずつ、こう、小出しにしていこうかなと思います。で、それが終わったら、もう少し動画のクオリティを上げて、
こう週に、まあ、3回とか4回ぐらい更新できればいいなぐらいな感じで思ってはいます。ちょっと皆さんに質問なんですけど、なんか検証の動画とか検証のライブ配信とか、なんかそういうのって需要ありますかね。なんかまあ今日とかだとブレンドしてみて、まあ自分がこうテイスティングしてっていうのをやってたと思うんですけど、これを例えばハリオのスイッチとクレバーで落ち具合の検証するとか、なんかそういうのとかもし需要があればちょっとやってみようかなとか思うんですけど。グラスはデュラレックスですか？便利ですよね。これデュラレックス。これ僕はね、カッピングの時に主に使ってるグラスなんですけど、デュラレックスのピカルディかなのグラスで、200何十cc か入るんですよ。220だか30入るやつで、10g 入れて、満タンまで入れると、だいたい1対18とかぐらいの比率で、めっちゃ使い勝手が良くて、これにしてます。しかもね、割れないのよ、これ。割れない。すげえいいっすよ。あ、そうね。こういうのとかをこう紹介して、リンクを貼っとけばいいのか。Amazon のリンク俺毎回貼ってるんですけど、あそこから一個も売れたことないんですけど、あれどういうこと？あれリンクちゃんと機能してんのかすごい不安になるぐらい売れないですね。うん。いいですね。ちなみに僕は、カップテイスターの練習をこれでやるので、このグラスだけで30個ぐらいあります。お見せできるぐらいある。お、あります。トリムヤ君あります。原がまるさん、検証動画好きです。見たいです。やっぱ、検証動画、ちょっと見たいっすよね。あ、アレンさん、こんばんは。ハリオとクレバーとか面白そうですね。面白いっすよね。個人的には検証動画好きです。やっぱ検証動画、なんかね、多分僕のチャンネル登録してくれてる人とかは、もちろん一般のね、こう、ちょっとこうコーヒー楽しんでる人っていうのもいると思うんですけど、マニアックな層もね、結構いると思うんですよ。マニアックな層の人たちは検証動画多分好きだろうなって思ってたんですよね。アーレンさん、フラワードリッパー買っちゃいました。フラワードリッパーいいっすよ。こちら。昨日もコーヒーバレーさんで、散々フラワードリッパーの話してきましたが。ああ、これね、やっぱ抜けがめちゃくちゃ早いんで、まあ、コントロールしやすいっすよね。なのでおすすめですね。ペーパーはアバカフィルター、僕は使ってます。なんか焙煎度別のフィルターとかもあるんですけど、今はアバカフィルターがなんとなくお気に入りで使ってますね。後ろのイカワでプロファイル変えて味がどう変わるかでしょ。それ超マニアックっすね。あ、これね、イカワじゃない、ローストなんです。ザ・ロースト。パナソニックさんから今お借りしてる感じのやつで。このザ・ローストはなんか噂によるとプロファイルを配布できるらしいんで、なんかそれも面白いかもしれないですよね。このプロファイルで焼くと美味しいかも検証。みんなで、なんかこう、出し合って、カッピングするみたいな面白そうですよね。私もピカルディ使ってます。その大きさの、と、のと、もっと大きいのも使ってます。アイスコーヒー用に。ああ、そうなんだ。あれか。この、大きい方だ。このちょっと、なんていうんですかね。ああいうタンブラーっぽい感じの。これのちょっとちっちゃいぐらいのやつですね。コーヒーバレーのインドネシアすごい美味しいと思います。あ、美味しかった。昨日、コーヒーバレーさんでインドネシアの深入り、確かね、1杯か2杯ぐらい注文来たんですけど、それの中の、まあ、僕、全カップテイスティングするんですよ。お客さんに出す前に必ずテイスティングしてから出すんですけど、インドネシア、びっくりしましたね。うまってなった。美味しかったです。そう、割れるとき粉々なんですよね。そう。
なんか、普段割れないくせに、割れるときひどいんですよね、こいつ。なんか、ね、待っているんじゃないかっていうぐらい粉々になりますよね。井川の日本仕様ですね、ザ・ロースト。あ、そうそうそう。なんか、中身ちょっと違うらしいんですよね。なんか、僕も詳しく知らないんですけど、日本用になんか中の熱源とか温度計の位置とか、なんかそういうのをすごくいじったらしくて、まあ、ボルトが違うじゃないですか、あの、イカは。イカはって200ボルト用で作られてるんですけど、こいつは100ボルトから確か220ぐらいまでいけるんですけど、まあ、要は日本で焼くときって電圧が足りないんで温まりにくかったりとかしちゃうから、なんかその辺をこう少しいじったとかなんとかっていうのをちらっと聞いた記憶があります。あんま詳しくわかんない。でも、ほぼイカは。ただね、イカワのプロファイルをそのままトレースできないのは電圧の関係ですね、多分。パナのやつっていろんな豆焼けるんですか？パナのやつは、エキスパートっていうのと、あとは、豆と、生豆と、プロファイルがセットで販売されてるサブスクリプションみたいなモデルの、通常版みたいなのがあって、通常版のやつは、基本的には買った生豆、パナソニックから買った生豆を焼くみたいな感じのイメージですね。で、エキスパートの方は、自分の生豆とかを焼けるんですけど、プロファイルは自分で作らなきゃいけないです。なので、焙煎屋さんとかがサンプルローストをするときに使ったりしてるかもしれないですね。なんかで決まった豆しか使えないと、あ、そうそうそう、あの、プランですね。決まった豆しか使えないプランと、そうじゃないプランがあります。温度計の位置違うとは、後藤さん SCAJ 店で説明します。あ、やっぱそうっすよね。そう、なんかね、俺も、この前福岡行った時に後藤さんに聞いたら、なんかその辺がね、いろいろ中身が違うみたいなことを言ってたんですよね。まあ、どこまでこう、公にしていいのかわからないところではあるんですが。そう。まあでもね、やっぱ電圧とか周波数ってやっぱ影響するんだなって思いましたね。あの、最近西日本とか、行かせてもらう機会が増えたんで、同じグラインダー、例えばこのミルクコとか持ってっても、かなり変わっちゃうんですよね、その引き目とか印象が。まあ水もあるんでしょうけど。なので、やっぱその都度合わせなきゃいけないっていうのは結構手間だなっていうのは思いました。深入り好きなのですが、最近は浅入りブームで少し悲しいです。いや、まあ、あの、もうそろそろ深入りまた来ますよ。もう今、徐々に深入りのね、あの、フィロコフィアとかもそうじゃないですかね。カセヤさん、深入りやり出してるし、結局、深入りしっかりやってるところの方が伸びてるんですよね。売り上げ、売れてるんですよね。だから多分そこに、もうみんな、うっすら気づき出してるんで、あとは、その今まで浅入りをガンガン進めてた、そのプライドを捨てられるかどうかとか、その深入りのいい部分っていうのを見出して、それをお客さんに提案できるようになるかどうかっていうところも、あるのかななんて思いますよね。僕はあの、両方もともと飲む派だったんで、まあ僕はもともと深入りから入ってて、で、浅入りも飲めるようになって、浅入り好きになってたタイプなんで、今も、まあうちのサイトとか見ていただくと、浅入りと中深入りぐらいを両方販売してるんですけど、なんでやっぱり両方飲みたいっすよね。ここはあの、シーンに分けて飲んでたりするんで、浅入りも深入りも飲みたいっす。いい傾向ですよ、本当に。うん。なんかやっぱり品質、カセヤさんのドミニカワインにコク深入り美味しかったです。あ、そうなんですね。なんかスマートで深入りってね、結構イメージないですけど、結構なんか綺麗に焼けそうな感じはしますよね。多分フレーバー抜けないように焼くのに苦労したんじゃないかなとは思いましたけど。うん。いやでも、やっぱね、カセヤ先生は、もう、天才なんで。きっと美味しいんだろうなって思いつつ。なんか、カセヤさんのね、なんだっけな。あ、もう売ってないのかな。
なんかボリビアかなんかの、カセヤさんがセレクトして買ってきた豆がめちゃくちゃうまいって、なんかインスタとかでもすごい言ってましたよね。あれ飲んでみたいんだよな。ということでですね、そろそろ終わろうかななんて思うんですが、何かあればお答えします。一応ですね、この浅煎りのブレンドは結構いい方向性が見えたので、これをちょっと、あと微調整していくと。で、あともう一種類ね、深煎りにするか、このままにするかちょっとわかんないんですけど、ブラジルとドミニカのブレンドっていうのもなんか良さそうな雰囲気がちょっとあったんで、あとケニアか。ブラジル、ドミニカ、ケニア、この3つのブレンドっていうのもなんか良さそうな雰囲気があったんで、これね、深煎りが結構合いそうな感じがしたんで、こっちを深煎りで、浅煎りは、別のケニアとボリビアとドミニカみたいな感じの、少し配合の違う、焙煎度合いも違うみたいな感じのブレンドを2種類ぐらいね、ちょっと作ってみようかなと思います。で、もし1種類しか出なかったりとか、もし販売されないとかっていうことがありましたら、それは察してください。美味しくならなかったんだなって思ってもらえればいいかなと思います。はい、ということで、そろそろ失礼させていただこうと思います。私はこれからですね、YouTube 何本か撮影して、明日に備えたいと思います。それでは、皆さん、もう明日からお仕事だと思うんで、早く寝ましょう。では、バイバーイ。おやすみなさーい。ぜひ高評価ボタンを押していっていただけると嬉しいです。お疲れ様でした。では、終了します。